大谷雅子10月27日から1999年1月16日は日本の歌手、実業家、タレント、作家。旧姓は森田。元定人社長、大谷新造の妻。ジップは元衆議院議員の森田正義。大阪府大阪市安倍野区北家生まれ。父親は熊本県天草出身の大義士、森田正義。母親は 大阪府出身。お嬢様として育つが、1939年、まさこ19歳の時、父、まさよしが、心臓発作のため休止。これを機に生活は一変。父の取り巻きで賑わっていた森竹には、もはや誰も寄り付かなくなり、懇意にしていた家を訪ねても、門ンスへ開けてくれなかった。まさこは、没落したら、あかんねんと強く思い。 この言葉が雅子の口癖になった。大阪音楽学校を本家2年で中退後、コロンビアレコードから歌手としてデビューし、戦後に定築へ移籍した。戦時中は軍属歌手として活動。戦後、クラブ歌手となる。当時、現職大臣であった大谷新三と不倫の末、1950年に略奪婚。定人の経営に介入する。 1976年には、週刊朝日に連載された江森明弘による聞き書きが、定人の大山雅子社長夫人は、ダンプ型外交官と言われるものすごいトップレディにまとめられた。大阪を代表する資産家の一人となり、総資産は300億円と言われた。大阪の高級住宅地、手塚山に3階建て700坪の大邸宅を構えた。 高い声と年齢に合わないピンク色を基調とした派手な衣装を好み、高齢になってもなおミニスカートを愛用する、と、日本国内では色物タレントとして認知される傾向が強いが、フランスのフランソワ・ミッテラン大統領と電話したり、元日の平成あっぱれテレビに出演した際に、宮沢貴一のことを貴一ちゃんと呼んで電話をかけたりできるほどで、世界的には有名なセレブであった。 オードリー・ヘプバーン、ミッテラン大統領夫人などの有名人や、VIP と I、ツーショット写真を撮影したりもしている。高い声や派手な衣装は、女性単身でビジネスを行うにあたり、社会に埋没しないため意識的に行ったものであり、地声はテレビで聞く声よりも低かったという。ロッド・スチュワートを敬愛し、大阪公演の際には、フェスティバルホール内に、 ロッド・スチュワート鑑賞のための特別控え室まで用意したほど、ロッド・スチュワートの楽屋よりも広かった。不倫の末に略奪した夫、王や心臓を生涯愛し、うちのお父ちゃんと呼ぶ姿はマスコミを通じて一般にも有名になった。今日マスコミで取り上げられるセレブタレントの走りとも言える。しかし、お嬢様育ちではあるが新さを舐めた経験から、 購入した屋敷の隅々を自ら掃除したり、若手タレントや芸人に対し、食事をご馳走したりする等を優しい気配りで接したので、現在でも、大谷政子に対して、感謝を述べる俳優やタレントが多い。なお、別居中ではあったが、まだ既婚者であった夫を、うちのお父ちゃんと呼び、選挙活動に積極的に参加した。このことから、後年大家は、 正解から退く要因となったため、政治家の妻としての生活は極めて短い。舞台芸術振興財団理事長などの要職を歴任。バレエにも造形を持ち、王谷雅子バレエ教室を主催し、王谷雅子バレエ財団を設立するなど、文化的活動にも積極的に動いた。日本ヨハンシュトラウス協会の設立にも尽力した。晩年は信頼していた。 側近二人に裏切られ、経営していたゴルフ場の工事の不正発注などにより、約二億円を騙し取られた。以後、政子は人間不信になってしまったという。さらにそのゴルフ場で約百億円の母外負債が発覚。借金返済のために所有していた財産の多くを売り払い、最終的に資産は数億円にまで減ってしまった。1999年、 胃がんのため78歳で死去。政子の入院中の看病をしたのは絶縁関係にあった一人娘の昇文子で死の直前に親子の和解がなった。日蓮宗の熱心な信者でお墓は縁の深かった大阪市東住吉区中野の宝徳寺にある。政子の死後生前住んでいた大邸宅は解体され、跡地は現在老人ホーム。 政子コを抜て塚山となっている。施設名は政子にちなんだものであり、昇文子が運営法人の理事長となって経営している。夫、大谷晋三。ありがとうございます。